アラーウッディ・ン・カイクバード一世は、ルームセルジューク朝の第11代スルターン、仙台カイカーウス一世の弟である。ギリシャ系のドレーミ分出身者やモンゴルの生成によって逃れてきたペルシア系の人々を積極的に取り立てて、君主の強権を確立し、王朝の最盛期を築いた。また、国力の増大のために、商業や文化を信仰奨励。 支配下の各都市に、モスク、大正宿、ハンマームなどの公共施設を建設した。これらの中には現存するものも多い。カイクバード一世が建設したクズルクレ1211年に、父、カイホスロ一世が、ニカイア帝国に敗れて戦死した後、ーカイカーウス一世との後継者争いに敗れて、監禁されていた。1219年に、 兄が病死すると後継者として今夜に迎えられて即位した。対外的には領土拡大を積極的に行い、1223年にカロのロスを征服して地中海岸の領土を広げた。1227年にはシノプから国海を越えて軍を送り、クリミア半島の港湾を征服、周辺のキプチャク遊母国民を服属させた。 1230年にはアナトリア東部で再起を図っていたホラズム社長のジャラール・ティー・メングベルディを破ってその領土を吸収し、さらにエジプトの IU 部長とシリア北部の領有をめぐって対立し、1234年にアナトリアに侵入した IU 部長の軍を撃退した。カイクバード一世の知性にルームセルジューク朝の領土は最大限に広がり、 その最盛期を築き上げセルジューク朝の復興を遂げた、名君と評価される。1237年に軍を招集して新たな、遠征に出発しようとした途上、カイセリーで救世した。後を継いだ長男のカイホスロー2世により、毒殺されたとする説が有力である。カイホスロー2世の知性には、トゥルクマン遊牧民の反乱が起こり、また、 アゼルバイジャンに駐留するモンゴル軍に敗れて、ルームセルジューク町は急速に衰退していった。ありがとうございます。